では続きやっていこうと思うんですけれども、前回ね、儀式に参加したと思うんですよ。で、なんかあれの中へなんかありそうな感じがするんですよね。というのも、ここら辺の大陸にちょっと回ってみたんだけど、まあ、左下一部回れてないですが、なんかね、あの儀式でどうにかしないと多分ね、先に進めないっぽいんだよな、ということで、もう一回ちょっとあんま行きたくないけど、あそこの儀式参加してね、ちょっと手がかりを見つけてみようかなと思います。ザラキーマ、よし。よし。これもう一回やらないといけないんだろうな、きっと。そしてここでしょ。で、マサール様、はい、行っちゃう。これ怖いんだって、ほんと。とりあえずこれ下まで行こうね。もうやだ、ほんとこの展開。いや、多分ね、これを開けないといけないんだよな、きっと。だから僕が、こうされたいのかい。これどうやったら大魔王の喜ぶ顔が見えるようだわ。騒ぎがなるまで、ちょっと待ってよ。このままでいいや。クソ親父。よし、でこいつは来るじゃん。みんな気づいて。こいつに話しかけていいのかな。殺し合うのだ。で、これで死ぬ。あ、なるほど。こいつと戦うのか。デビット。よし。これもさ、気づこうと思えば気づけるイベントだったよね、これね。やっちまったな。デビット。負けねえ。よしよしよし、足払いをかわしていく。よし、ビギラゴン、ビギラゴンじゃないか、メラゾーマの方がいいな。こいつ激弱か。よいしょ。あれあれあれ、メラゾーマ覚えてなかったっけ。あ、そっか、メラゾーマあれか、バーマラだけだ。うん、あれ、でもこれ前回戦ったか。ちょっとね、しばらく収録の期間空いてるんですよ、前回のパートから。え、こいつ倒して大丈夫だったっけ。足払い、よし、倒したんだけど、ああ違う、ここじゃない。ええ、ちょっと待って、これもう一回じゃん。もうバカ、ほんと。ちょっと一気にカットしますね。わかった、何回か繰り返してて分かったんだけど、こっち側だ。こっち側から行くと、あ、開けられる。よっしゃ、もう高箱開けた、開けちった。しかし高箱は空っぽだった。なんだと、高箱は空っぽだと。ほんとかい、あんた、私にも見せておくれよ。あれ、本当だ、何も入っていないじゃないの。なんだ、どうしたんだ。宝箱は空っぽだったって。すると俺たちは空っぽの宝箱のために先を争って殺し合いまで。なるほど、欲に目がくらんで近道をしたら宝が開けられず、回り道をすれば開けられたとは。
つまりこの空っぽのタカボコは欲望でおかしくなったわしらの目を覚まさせようためじゃったのか。そうですね、どうやら自分を見失ってたみたいです。どこも誰か足やんねんがありがとうよ、おかげで目が覚めたぜ。さて町へ戻るか。あ、よかった。そうだね、あんた戻ってみんなにこの話をすればみんなも目が覚めるかもしれないし。いやはや、さすが大賢者マサールの宝物ですな。私たちに正気を取り戻させてくれました。こりゃ参ったな。あ、よかった。もうこのイベント見るためにさ、何回人が死んだことかって危なー。よし、彼らから知らせを聞いた横棒の町は大騒ぎだろうな。特にあのモルガンはすっかり立場を失うことになるんじゃないか。本当だよね、嘘の情報って。まあ、嘘ではなかったけど、ね、5000円で、ね、空っぽの宝箱の情報を出たわけですからね。皆さんの喧嘩が収まったのはいいけど、なんだかすっきりしないわ。表紙抜け。私たちもとりあえず戻りましょうか、欲望の町に。ここからルーラ行けますかね。ルーラ、欲望。よし、はい。お、なんだか町の雰囲気が変わってるぞ。ここに来るより先に進んだ方が良かったんじゃないか。けどもその名前は似合わないかもね。だけじゃマサールの宝箱が空っぽだったって聞いた途端、みんなつきものが落ちたように。あんたたちおかげだよ、よかった。あ、この子も確かに前と雰囲気がまるで違うわね。急に父ちゃんが真面目に働くって言い出したんだ。おいらもうお金を稼がなくていいって。あ、よかったよかった。そう、勉強しないとね。子供は子供らしく遊んで勉強すればいいんだ。よしよし、ちょ、あいつのところ行きたいな。いやいや、驚きましたな。空っぽの宝箱のためにみんなも殺し合いまでしていたとは。これ怖いよな、ほんと。欲がむき出しでしたからね。あ、じゃあ宿のお値段ももしかして安くなってる。そこは変わんないのかよ、マジか。高いままでした。お、あ、やった、ありがとうございます。ローブもらった、ドラゴンローブ、イエーイイエーイ。よし、じゃとりあえずパーティーのメンバーで着れる子。あ、でもムンちゃんも上がるね、ドラゴンローブ。てかかっこよさはめっちゃ上がるんだけど。ミレイユ、あ、ミレイユ防御怖い、防御でね、防御が守備力低いからミレイユに着させるか。よし、あげる。引き込まれるような不思議な力を感じるわね。すごいぜ、なんと見事なローブだな。こうして手にしてみると、ここのローブの凄さが本当によくわかるな。もし大魔王ディスタモアを倒すことができたなら、私たちは元の世界に帰れるのでしょうか。うん、あいつの猫か。ご主人のモルガン様は突然寝込んでしまわれて、すごい熱を出してわけのわかんないことを言いながらうなずいてるだよ。罰が当たったんだ、アビカ。じゃあ罰ね、もう罰ぐらい当たって当然かもな。あの男、大魔王に操られていたのなら仕方がないけれど、もし自分の意思で大魔王に手を貸していたのだったら許せないわね。ねえ、本当だよ。自分の都合が悪くなるとすぐに寝込んだりとかさ、入院したりとかさめっちゃ時事ネタだけど。で、出てたんだよ、魔物が旦那様の周りをからかうようにぐるぐる飛び回ったかと思うと消えて、それから旦那様は寝込んじまって、あの通りさ。え、魔物たちに利用されて見捨てられたということかしら。魔物、ああ、あ、これ寝てんのか。え、でもこれ開けちゃっていいよね。ということでございましたか。一応ミミックでございましたか。よし、まあ勝つんですけどね。よし、命の木の実。カンカン。もや、世界中モルガンの味方はこのワンちゃんだけかも。こんな主人であってもちゃんと心配しているようだな。今まで元気がなくなってるようだな。ちょっとかわいそう、ワンちゃんは。私はもうおしまいだ。あの宝箱を本当に開けてしまうやつがおった後は、デスタモア様をお許しよう。大魔王はこいつが破滅する姿さ楽しんでいるんだろうな。
この男のことは町の人つや裁きに任せましょう。これで終わりか、この欲望の町の話。洞窟はもういいよな、ローズ屋いいよな。そうだな、ここも適当に切り上げて先に進もうな。あら、先に進まないとダメか。はーい、もう先進もうにもな、どうすればいいんだ。また温泉か。ちょっと待ってよ、ルーラして、絶望の町行きますか。こっち側、こっち側なんかあったっけな。いや、ないんだよな。あー、コウモリ伯爵なんもないんですよ。回し入り、プンさんズラキーマ大好き。よし、うぃ、あら、ちょっと絶望の街じゃない、欲望行って左上調べてみましょうか。あれだね、大陸がもう一つあるからさ、そっちの方行きたいんだよな。あ、いやいやいや、あ、でもちょっと待ってよ、あれ、私あれラーミアじゃなくて、なんだっけ、あ、ペガサス乗れるんだっけ、ファルシオン。あ、ちょ、ファルシオンには乗れない。あ、そっか、まだ帰れないから無理か。じゃあごめんね、さっきから。マーメイドハープじゃなくて、魔法の絨毯とか使えないのかな。あ、ここ無理なんだ。天魔の手綱、あー、やっぱ無理か、ファルシオンは無理。あっち側の大陸行きたいんだけどな、どうすれば行けるんだろう。ん、宝箱の下に何や隙間がある。おお、洞窟の入り口、あ、ここから行けるのか。行ってみましょう。毒の沼があちこちある、踏まないように気をつけて。湖はさ、洞窟になってたんだな、この先はどうなっているんだ。ラスト天つく、なんかラスト侍みたいな。この辺なんか敵もまた強そう。よし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 、リレイ優秀やで、よしナイス。トラマナはさすがに、違う、トラマナじゃない、トヘロスはさすがに効かないよな。でもトラマナは効くよな。ちょっとトラマナかけて、よし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 、お、宝箱、三鏡の盾、何？じゃもうここまで来てさ、やばいね、最強クラスの防具がたくさん。あ、でもモンちゃんは下がる、ハッサンかミレイユかテリーも下がる。ハッサン209239、じゃミレイユ上げていくか。よし、ミレイユに三鏡の盾を持たせて、ミレイユ大事な回復役だからな、死んでしまったら困るんだよな。よし、おお、それもやっぱ不安だな、防御力ミレイユ。ナイス、よし、じゃあちょっと先進みましょう。ここの大陸は井戸があります。動く石像もここで出てくるのね。はあ、動く石像はザラキーも効くかな。はい、ラミ、あ、効かないね。わあ、やっぱ硬い硬い。おお、うん、どうしようかな。バシルーラ、でもバシルーラ面白いからつけといちゃ好きだけど、ミギラゴンでいっか。ミギラゴン、あんま効かないな。よしよし、
ここ初めて来た。井戸がある。じゃあ入ってみよう。あら、普通の家か。なんだここは。何も見つからない。お前さん方どこへ行きなさる。大魔王が存在するかき、どこへ行こうとこの世は闇。道に迷わぬよ、いつものようなここに光を満たしておきなされよ。あ、回復してくれた。もしかして太陽が回復した。ありがとう。このご老人こそ闇の中の光のような存在だわね。これでバッチリ戦えるぜ。おお、いいね。私もあわや牢獄の町に入れられるところを命からがらに逃げてきました。こんな私ですが、せめてあなた方の助けになりましょう。え、牢獄の町、こっち側にあんのか。セーブしましょう。牢獄の町、はい。さあ、まあ行こうぜ。神父さんはずっとここで魔の手から逃れて暮らしているんだな。俺たちの方こそ神父様を助けなくちゃな。よし、じゃあちょっと牢獄の町に置いてあったところで今回終わりにしようかなと思います。どこ、デビルパピオン。じゃあ怖いんだけど。じゃあ敵がモナズン、チュイーン、ドンドンドン。お、強い。やっぱりヨナズン、何する。やっぱ経験値美味しいな。だいぶもう終わりまで来てるよね、メインストーリー。城みたいなところがあるんだけど、ここは牢獄の町って。お邪魔します。え、この城のようなところが丸ごと牢獄だとでも言うのか。かなり大きな建物のようね。ここはまるで要塞みたいなところだな。わ、なんかドラクエ9思い出すな、こういう感じ。あ、なんだお主ら、一体どうやってここへ。ふっ、迷い。どちらにせよ、よほどこの牢獄へ入りたくて来たのであろう。お望みとは入れてやってもよいぞ。ただし地獄という名の牢獄へな。あー、戦闘になっちゃった。嘆きの巨人、よろしくお願いします。もんちゃんが体力がちょっとヤバみなので回復をしたいと思います。爆裂剣、急所突き、どうしましょう。真空、あ、聖剣突き。テリーも聖剣突き使えるんだよな。そうだよな、彼はボトムスだからな。おお、強い。おお、聖剣突き、爆裂剣でもいいな。あ、そっか、あ、バイキュートかければよかった。強いかな。おお、やっぱ強いな。ハッサンバイキュートかけましょうか。どうしよう、テリーにでもかけるか。爆裂剣、よし。おたけび、おお、ナイス。よしよしよし。聖剣突きってバイキュート効くのかな。効かないだろうな、きっと。よいしょ、強い。よし、結構硬いね。だけど、ほい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 、黒い霧。あ、わあ、あわ、あれやん、いてつくやん。言うなれば、いてつく撃たれた。はい、倒れろ。そうそう、倒れてくれませんかね。あんた強いですね。あ、そっか、呪文書き消すダメなのか。おお、しょうがねえ。ゆっくりつけにいいか。あ、よし、倒した。え、6300。経験値おいしいな。ありがとうございます。あ、チームダゲットだ。やったぜ。この私が叶わぬとは。もしあの人たちが私の弟の待ち望んでいるものかもしれん。さあ通るがよい。弟？弟ってそこに立っているもう一人の門番のことかしら。なんだかこいつさっきも言った雰囲気が変わったな。町というより城か要塞だな。
ということで、じゃあ今回はここで終わりにしておこうと思います。では次回こちらの牢獄の街ですね、続き探索していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。